キラーのショークイズ。はい、ということでね、過去の動画で岸優太くん検定クイズ、そして永瀬廉くんクイズやってきたわけなんですよ。ということで本日は最初にも言った通り、平野翔くんの検定クイズやっていこうと思います。もうね、その名の通り、平野翔くんに関するクイズを解いて、やったぜ、ザリガニを満点、さすがキンプリ担当ぜっていうところをね、自慢していく動画となっております。まあね、過去2回の動画も同じこと言っておきながら満点取れなかったので、7割くらいの合格点目指して頑張っていこうと思います。この動画を見てるジャニオタの皆さんも、ぜひ俺と一緒に考えて満点取れるようにやってみましょう。それでは、平野翔くんクイズ、やっていこう。はい、はい、ということでね、ここの2つ、上2つの平野翔検定ってやつと、その下の平野翔検、おうなお、最短5分で使えます。仕事で使う050電話アプリ、素振りない、ありがとうございます。ちょっと待って、変な検定言ったやん、ストップリは知らんぞわし。こちらのね、平野翔くん検定2つやっていこうと思います。合計で7問と10問だから17問か、12点目指して頑張っていこうと思います。じゃあまず1問目いこう、レッツゴー。平野翔検定。あ、ちなみにこれは検定ごっこっていうクイズサイトになってまして、概要欄に貼ってるのでよかったら皆さんも挑戦してみてください。まあ俺が今からやっちゃうから、違う問題やってみてね。じゃあ行きます。平野翔検定受験する。入所日は何年何月？待って。全然知らねえ。一問目からむずない？いや、翔くん好きな方からしたら余裕かもしれないけど、待ってね。翔くんのイメージは、ダンス上手すぎる、ハスキーボイス、髪サラサラ、バチクソのイケメンでしょ？そこから考えると、いや、2月だな。確か、翔くんの誕生日ファンクラブ会員動画を冬に見た記憶がある。待って、絶対これ10月か2月なんだよ。あ、ごめん、入所日だ。関係なかった。誕生日だ、それは。まあね、冬な気がします。ということで、2012年2月の3番。続いて、出身地はどこ？翔くんは名古屋の愛知やな。違う、愛知の名古屋やな。だから、4番。3つ目、かぐや様、小倉世代は何役だった？白金、みゆきだ。1番だ。何型？翔くん何型？几帳面な感じがするから A か AB な気がするんだけど、あ、みんな知ってる？ゴリラって全員 B 型らしいよ。どんなオスゴリラもメスゴリラも子供ゴリラも B 型なんだって。だいぶ、B 型なんだって。で、翔くんといえばゴリラでしょ？ということで2番、これ B 型、間違いない。次、木村拓哉をなんて呼んでる？これは。これってさ、本当にこう呼んでるんだっけ？間違いで呼んじゃったんだっけ？これ4番のキムタくんなはずなんだけど、なんかの番組で見たんだよね。これ4番だよね。違ったらもう本当キムタくんごめんねって感じなんだけど、4番。さあ続いてチャームポイントは、チャームポイント、柔らかい唇、新着メッセージがあります。こうやってさ、LINE で新着メッセージがありますって通知してるやつ、絶対浮気してることない？これわざわざメッセージ隠すってことは確実にこいつ浮気してるからマジで気をつけて。ということで、チャームポイントは、唇か横顔か、てか可愛い顔。え？これ何？ 4 つ連続パチンとかなしかな？無理か。でも、翔くんを聞いた時に、印象といえば、手っていうイメージはないんだよね。手が大きいのは岸くんってイメージだけど、あ、でも待って、翔くんのって結構スレンダーなんだよな。待って、翔くんを一回想像して。柔らかい唇、横顔、あ、綺麗。手、素敵。可愛い顔、最高。全部チャーミングなんじゃが。なんとなくの雰囲気で一番柔らかい唇。チュ。次、子供の頃のクリプレは何だった？ちょっと待って。クリスマスプレゼントのことクリプレっていうの？待って。俺時代遅れかな？まだまだ平成生まれなんだけど。で、これまあ、翔くんといえば濡れおかきが好きだから濡れおかきだと思うんだけど、他の3つは知らんぞ。多分これは1番だと思う。違ったら、これはクリプレって略したのが悪い。よし、1番、濡れおかき。ということで、7問終了しましたので結果見ていきます。まあまあまあ、なんか4問くらいの気がするけどね。実際。みんな分かったかな？じゃあ結果を見てみます。結果を見る。お、結果、全7問中5問正解。あなたは詳しいレベルです。おー、詳しいけど、なんか2問外すって気持ちが悪いね。
じゃあ答え合わせ見ていきます。入所日は何年何月。あ、2012年2月だったんだ。やっぱね、冬はイケメンが多いからね、そういうことです。さあ続いて出身地は愛知県。これ間違いないね。そして3つ目、かぐや様を告らす愛ではこれみゆきくんでしょ。4つ目、何型ですか。大型なの。じゃあ何、翔くん几帳面じゃないってこと。大型らしくなくない。なんか部屋絶対綺麗じゃん。これは違うわ。多分これ大型とかじゃないよ。なんか新生大型みたいなやつだよ、きっと。はい、続いて、キムヤラタカヤくんのことを何て呼んでますか。これはね、キムタくんで OK と。そして、チャームポイントは、柔らかい。唇さ、正解だ。よかった。ってことは最後間違ったか。最後、子供の頃のクリプラなんですか。うまいぽん。ま、確か翔くんの昔ってあんまり裕福な暮らしじゃないってことがあったからうまい棒なのかな。ちょっと待って、これ歴史を知りたい。なんでうまい棒なんだろう。母からもらったクリスマスプレゼントはうまい棒。平野翔さんが小学校6年生の時に母からもらったプレゼントがなんと図書カードだったエピソードを番組内で話しました。小学生の時に欲しいものは普通おもちゃやゲームですよね。朝楽しみで目が覚めて枕元に図書カードがあったら泣きますよね。そして平野翔さんが中学生となり、これでクリスマスプレゼントは欲しいものがもらえるはずと期待して迎えたクリスマスの朝のことです。朝目覚めて枕元にあるのがなんとうまい棒。それも50本ものうまい棒がクリスマスプレゼントとして置いてあったのです。あのドンキホーテにあるでっけえやつな。コンポタージュなら欲しい俺。値段にして500円。その時のインパクトとがっかり具合はすごかったのではないでしょうか。これは思い出として一生記憶に残りますね。それでも母思いで優しい平野翔さんは母を責めることなくプレゼントを受け取ったのだとか。おお、幸せエピソードや。もうどんだけいい人間なの。良くないところが逆に知りたいよね。ここまですごい人間いるんかって話。まあ、ということでザリガニは7問中5問でした。皆さんどうでしたか。じゃあ次の問題いこう。さあ次は10問のやつだから、まあ9問いこう。頑張ろう、9問いきます。さあ1問目、翔くんの誕生日はいい肉の日だ。だからちょっと待って、嘘でしょ。1番か3番なんだけどさ、曜日むずない？日曜か水曜日でしょ。こんなん無理やん。記憶の問題やん。もう同時に押そう。せーの、てい。3番になりました。次、翔くんの出身は関西ジュニアなんだから大阪でしょ。違う違う、名古屋でしょ。いやいや、東京都だって。どっかの国の王子様で。お、問題集の癖が強えんじゃん、これ。問題作った人は酔ってたんだね。はい、これは2番ね。違う違う、名古屋でしょう。次、マイジャニの4月17日の放送で生まれた翔くんの新キャラは、俺マイジャニ見たことないよ。ヒラノサウルス、ヒラヒラさん、天然の貴公子、童顔。まあ4番ではないと思うし、なんか語呂がいいのってさ、ヒラノサウルスか天然の貴公子じゃない。なんとなく天然の貴公子聞いたことある気がするから3番。よし、論理的。 QED。 4番目、マイジャニの4月10日の放送で翔くんが読めなかった件は、翔くんが読めなかった件、まあ愛知は出身だから読めるでしょ。北海道と福岡ってそのままだけどさ、宮城って宮城って言いそうじゃない。間違えるんだったら宮城だから2番、宮城。5番、前ジャニの4月10日の放送で西畑くんが石川県の県庁所在地はという質問に対する翔くんの答えは、1番、愛媛。あ、合ってる。2番、これはわかるよ、石川。3、県庁所在地って何。4、これは任せてくださいよ、金沢。これはわかるよ、石川か愛媛。あ、合ってるだと思うんだよね。あえて問題にするんだったらさ、翔くんってなんか2回言い返す癖あるから1番な気がする。愛媛って言いそうじゃん。だからこれ1番、いいよ、合ってる気がする。さあ6番、4月10日。おい、4月10日好きだなこれ。4月10日の放送で名古屋会場のことを話した翔くん、その時の〇〇に入る言葉は、名古屋と言ったら〇〇です、〇〇が生まれたところです。平野じゃない。平野って言いそうだよね。他はちょっとわかんないから1番、平野。さあ7番、翔くんは向井康二君をなんて呼んでる。これなんだっけ、なんかで聞いたことある。フォロワーさんから聞いたのかな。これジーコだよね確か。あ、康二じゃなくてジーコなんだみたいな記憶があるから3番な気がする。8番、翔くんは金内トーマくんをなんて呼んでる。これトーマじゃなかったっけ。なんだろう、なんかうっすら聞いた記憶があるんだよね。これ1番じゃない。てかめっちゃむずくないこの問題。わかる人いるのかな。まあ1番トーマ。9番、翔くんの女性経験は何回。女性経験は何回。女性…女装経験は何回ですね。俺の心は荒んでいるのか。25歳。
恋人なし、そしてもうね女性経験もかなり長いことはないようなのですが、あーもういろいろねストレスだったりとか溜まってるもんがあるんですかね。さあ翔くんの女性経験は何回でしょうか。2回な気がする。3番2回最後10番、翔くんにはソロ曲が。翔くんにソロ曲。俺あんまりジュニアのこと詳しくないんだけどさ、ジュニアの人たちってソロ曲出せんのかな。デビューしてからソロ曲出してないじゃん。って考えると金管に所属してたりとかっていう所属してるイメージが強いからソロ曲出してないんじゃないかな。ということで、はい、2番ですね。さあということでお疲れ様でした。俺はね10問中何問なのか、そして皆さんもね一緒に答え合わせしていきましょう。結果を見る。さあ結果は、おお10問中8問。まあまあすごいんじゃないこれ。あなたは当たり前です。おお結構厳しいね。8問なら当たり前だぞっていうレベルね。すいませんすいません。じゃあ答え合わせしていきます。翔くんの誕生日は、あ、3番1997年1月29日水曜日で正解でした。これも運だからね。よかったよかった。そして2番、翔くんの出身地は違う名古屋でしょっていう場所でしょ。3番、マイジャリの4月17日の放送で生まれた翔くんの新キャラはヒラノサウルス。まあ語呂が良かったけどね。ちなみにファッションショーでいきなり出てきた。へー、何恐竜のファッションでもなさったわけ。どういうこと。マイジャリって癖強いよね。そして次、マイジャリの4月10日、翔くんが読めなかった件は、あーこれやっぱ宮城を宮城って言ったんだ。よかったよかった。なんか翔くんの気持ち分かったよね。嬉しい。さあ5番、マイジャリの4月10日の放送で西畑くんが石川の県庁所在地はという質問に対する翔くんの答えは、1番、愛媛。あ、合ってる。おわもう推測が完璧じゃないこれ。めっちゃ嬉しいんだけど。次6番、名古屋と言ったら〇〇です。〇〇が生まれたところです。これは平野。ああなんかあのさ、知ってるわけじゃないのに正解するときのあの嬉しさちょっと良くない？でも知ってる人からするともう当然なんだろうね。ちょっと悔しいかもしれない。さあ次、翔くんは向井浩二くんのことを、あ、よかった、ジーコだ、ジーコと呼んでて、金内東馬くんのことをトーマと呼んでる。よし。次9番、翔くんの女装経験はまさかの2回。女性経験何回なんだろうね。さあ最後、翔くんにはソロ曲あるの？知らなかった。待って調べてみよう。あ、これ平野翔ラブレスっていう曲、ちょっと聞いてみよう。いやこういう切ない曲をハスキーで歌うのめっちゃ合うよね。いいよね。知らなかった、ソロ曲あったんだ。まあということで今日はね平野翔くん検定をやっていきました。はい、ということで岸くん検定、蓮くん検定に続き平野翔くん検定をねやっていたわけなんだけども、いまだに満点取れず。これさ結構むずくない？みんな何点だったかマジでコメントで教えて。普通にむずいと思うんだよね。マイジャニの話とかって結構昔だからさ、覚えてるだけで記憶力すごない？まあちょっと悔しいから次回以降ね、まだやってないカイちゃん、ジンくん、イワチの検定もやっていこうと思うので、その検定も見たい人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日のザリガノでした。こんな感じで普段はキンプリに関することやジャニーズに関すること、オタクに関することを動画にしておりまして、おすすめ動画いっぱいありますのでぜひ見てみてください。そしてこのチャンネル以外にも Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。ということで今日のザリガノでした。またね。バイバーイ。